占いは嫌いなんですよ。占いで言っちゃったよ。展望については必ず叶っていきます。本当は会社組織なんかにして、うん、本当は株式会社占い師になります。はい、今日はですね、私初占い師に占ってもらえるってことで、ちょっと超嬉しい。興奮してるようで興奮してないんですけど、基本基本占いって信じてないんですよ、全然。そういうスピ系というか、難しいな。スピ系は、信じる信じないっていうか、理論があれば、信じる。理論があれば信じるんですけど、なんかタロットでペッて、ちょっと静かにして。タロットでペッて見せられたようなやつは、あんま信じられないんです。信じられないです。今回なんだろうね。はい、というわけで、めちゃくちゃ途中で切れちゃいました。容量がいっぱいで。いいから黙って、お願いだから一回黙ってどうやったのりょうちゃん、違う、シーできる？お願いだからシーして。というわけで、だから、りょうちゃんいけない。マジいけないよ。占いをしてもらいますけど、私基本的に結構、ズバズバ言うわよっていう感じで、本当に、違うってことは違うってはっきり言うですし、はっきりそこは言います。占い師さんは、嫌だなって思っちゃうかもしれないけど、でもちゃんと当たってることはめちゃくちゃ当たってますって言いますので、皆さん、温かく見守ってほしいです。今日は無料でやってくれるので、20分くらいやってくれるらしいんですよね。楽しみでーす。ちょっと無料で、診察じゃなくて、占いしてくれました。はじめまして、こんにちは。占い師です。どんな占いなんですか？あ、私ね、ルノルマンカードっていう占いなんですよね。フランスのヨーロッパ。タロットとは違うんですか？トランプカードで、いろいろ全体的に見ます。結構ね、現実的なカードなんで、オラクルカードとかに比べると、どちらかというと結構現実的なことをアドバイスくれるカード使ってます。オラクルはね、そうね、結構スピリチュアル性が高いので、天からのメッセージを下ろしてる感じです。ということで、ちょっと私も早速無料で何回も無料言うて、無料でやってもらいたいと思います。名前教えてください。です。はい。何系いきますか？何系あるんですかね？恋愛。全般、金、運、仕事、人間関係。ピット。人間関係、富。何でもいいですよ。何がいいかな？どうしようかな。すごいね。気になることが、何だろうな。なんか今カード点を切ってて出てきてるのが、はい、これね、 SNS とか YouTube とかすごいいいよね。どんどんやった方がいいよ。もう出てる。だから今パカッとね、カードがね飛び、今必要なメッセージがこう点を切ってる間に出てくるんですよ、カードがね。これね、スピーディーにっていうカードで、早くとか王子のカードなんですよね。だから物事早く、もっともっと動かしていきなさいって言ってますね。なるほど、すごい。じゃあ仕事にしようかな。もうなんかもう太陽も出てきちゃったから、結構すごいです。すごい。36枚のこのルノルマンカードの中で一番いい太陽のカードが出てる。嬉しい。もう出てる。だからすごい、こちらの YouTube の世界とか、今の言う SNS とかっていう世界での活躍がすごく今後期待されていきますね。嬉しい。はい、じゃあ今私点切っていきますので、いいとこでですね、声かけてください。好きなところで言ってくださいね。ストップ。はい。どっち上にしますか？どっち、これをね重ねるんですけども、こっちとこっちをどっち上にしますか？こっち上にする。 OK、はい、この中から自分のカード1枚選んでね。もともとスピリチュアル好きですか？好きなんですけど、占いは嫌いなんですよ。占いは嫌いなんです。占いで言っちゃったよ。全然。なんか嫌いになった理由ってあるんですかね？いや、ないんですけど、占いは嫌いけど、占いを
にあまり人生左右されたくないから、なんかその助言程度には聞くけど、まあなんか役年とかそういうのに振り回されたくないみたいな感じで、年回りね。そう、助言は聞くけど、でも自分の人生だから自分が決めるみたいな、テレビとか朝の6月生まれはとか、ああいうのを見るけど、絶対ラッキーカラーを身につけなきゃとか、そういう感じでは捉えないよっていうことですね。今後の活動としては、今 YouTube やってるじゃないですか、はい、どんなことしていきたいなっていう展望ありますか？もともと始めた理由は、お母さんにちょっとでも心の息抜きができたらいいなって思いで、自分のそのありのままの姿っていうか、その夫婦喧嘩だったり育児だったり人間関係とか自分のキャラっていうのを、まあ、あまりこう包み隠さず載せてるので、そういうのを見て完璧じゃなくていいんだなとか、まあ、こういう喧嘩もしてもいいんだなとか、もともと YouTube やる前にもお母さんのためにイベントやったりはしてたんですけど、コロナになっちゃったからそもそも集まれなくなっちゃったりとかで、それで YouTube 始めたんですけど、今後はやっぱり YouTube をベースにこういろんなお母さんとかと戯れるというか、そのいろいろコミュニケーションとあったり交流会したり愚痴言い合ったりとか、まあいろんな悩みとかも結構すごい受けるので、でもやっぱ自分その一人の体じゃなかなかもう返せなくなっちゃうんですけど、もう一つのお母さんのためのもっとできるものをもう一つなんか作ってできたらいいなって、その YouTube だけだとやっぱりただ見せて終わりなので需要はできないんですよ。相手のことを受けるってことできないので、アウトプットして見せてるものに対して次こう何かこうインプットできる場をで作れたらいいなとはちょっと、具体的には全然決まってないんですけど、ブースない場所があれば、コミュニティの場所を作るって感じですよね。もともとそういうのをやりたかったので、全国の人たちを相手にってことだよね。そうですね、海外も含めて。英語喋れないから、まあでも別に、へえ面白いね。ここの部分なんですけども、過去現在、過去現在みたいね、はい、まあ、だからちょっと自分も雲行きが怪しかったの時もあったんじゃないかなと思います、はい、でもそこに結局ここに何があるかっていうと、仲間だったりとか、可愛いワンワン、そうそう、家族とか、はい、ワンちゃんなんでね、おっしゃっていただいている展望は今後という形にはなっていくかなっていうカードが出てます。これ真ん中何のカードかっていうところに十字架、スピリチュアルのカードなんですよね。神聖なとか、やっぱり自分のことを責めちゃったりとか、だから自分を我慢しなければいけないような人たちって結構多いわけですよ。そういう人たちの助け舟っていうか、どうか良くなる方向に引き連れていく仲間作りっていうのが必要かな。育児してるママたちがやっぱり子供のことをテーマにしたりとか、うん、ママさんたち向けの発信とか願いを叶えていくような場所作りっていうのは必要だから、本当は会社組織なんかにして上手に本当は動かしていった方がいいんだよね。やった方がいいよ、これ会社のカードだから、会社のカードだから。本当様株式会社もう名前決まってるからできるんじゃない？あ、そうか、やった方がいいよ、やってることをやっぱりどんどん世の中に知ってもらうっていう活動が必要ですよ。ハイアーセルフって自分の高次元からのメッセージなんですよね。で、一つのこと一旦ちょっと棺が出てるので、これも宝石箱っていうカードでもあるんだけど、一つのことを区切って新しい未来に再スタートしましょうっていうカードなんですよね今。うん、そうそうそう。で、再スタートした時にこの箱が開いて宝石がたくさん溢れてくるよっていうカードなんですよね。だからやってる活動は全然間違いない。今後もすごく飛躍していくと思いますよ。ただちょっと取っかかりがちょっと弱いから、ちょっとサポーター必要だね。自分を引っ張ってくれるような、本当にもっともっと自分のやってることを全面的にたくさんの人に知ってもらうっていう必要性があって、その先に幸せになる人がたくさん待ってるんです。活動はやめられないし、知ってもらうということが今これからのキーワードです。一人だとなかなかできないから、抱いてる展望については必ず叶っていきますね。うーん、やった、嬉しい。自分がなんかかけていて、それでも人のことやろうって言ってるタイプじゃないんですよね。もう自分の幸せとか幸福感ってもうちゃんと軸持って幸福感を感じられていない人だったりとか、どんどん全面的に出ていった方がいいですよ。本当になんか YouTube の活動もそうです。私たちもこうやって活動して日々こう悩める人たちをどん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 幸福に向かわせ、明るい未来の方に気持ちを切り替えていただくって仕事してるんですよ。もう占い師としてでも、本当占い師私が、そう、一緒にやってほしいから人気、超人気出ますよその活動周りっていう感じ、素質はあるよっていう感じ。このカード出てくる人ってそういうスピリチュアル系の仕事も OK です。自分がやるかどうかだけ。本当にこれから活動場所も広がっていくし、ちょっと大きくやってもいいと思うよ、会社組織にして。だからこのサポーターにも、コミュニティっていうようなものよりも、もうちゃんと組織化した方がうまくいくと思う。やっぱ
そうなの、なんか私の悪い癖というかみんなと仲良くみたいなののところがありすぎて、うんうんうん、いい人がワンちゃんだからね。そう、要はそこでミリハリがつかなくてダラダラして終わっちゃうっていうのが、うんうんうん、私は自分で分かってるんですよ。なんかお客さんからお金を取るなんて、だからそういうタイプなんですよ。だから YouTube 合ってるなって思って始めたのもあって、うんうんうん、いいと思う。大きく飛躍していくかなっていうカードが出ました。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。長々今後ともよろしくお願いします。超占い師おすすめしました。占い師になります。すごいすごいすごい、何これ、やばいやばいやばい、超面白いんだけど。はい、ということで昨日動画を撮り忘れてしまいました。昨日の占いの結果はあんな感じでした。まあ嬉しいことしか言われなかったもんですから、あの私はハッピーです。でもあの思ったのは、自分がこうしたいなっていうその未来像がもうそのまんまもうやっちゃって OK みたいなゴーサインが出て、後押しされた感じがしたので、すごく良かったなと思いましたね。まあ、でもなんかもうちょっとなんか悪口っていうか悪いことも言ってほしかった。悪口というか悪いことも言ってもらったら、なんかもっとこう私の反発精神が出て、あの見どころあったかな。まあ、でもなんかこういろいろね、このままね SNS やで、あのもっとばらまいた方がいいって言われたので、ばらまいていこうと思いましたし、お母さんのためのコミュニティなり会社作りとかも、めっちゃいいよね、楽しいよねと思って、はい、そんな感じでした。締めの言葉を、今言わせていただきました。ったら、皆さんも占い行ってみてください。ノルマン、ルノマン、ノルマン、ルノマンカードだったっけ、うん、的な名前のやつでした。すごく良かったですよ。はい、おすすめ概要欄載せときますね。はい、というわけで私からは以上です。私結構悩みがあまり本当に ないというか、自分で悩みを解決しちゃうタイプなので、あんまりそういう占いに頼らないんですけど、なんか占い師になった方がいいって言われたので、まあもうなんか今後占いやってるかもしれないです、あなたはご相談いいですよとかやっちゃってるかもしれないけど、それそれでお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。待ってみてね。バイバーイ。